アーシュだよ。今回は RKB カラフルフェスに参加するわ。カラフルフェスって何なのだ？ RKB 主催の秋祭りで、2022年から福岡タワー前で毎年開催されているの。去年参加した VTuber イベント、おしゃべり天国はカラフルフェスの一部よ。推しに夢中で気づかなかったのだ。あの大人気キャラクターやテレビアナウンサーの参加しているわ。説明より映像の方が早いわね。早速向かいましょう。シュッポッポというわけで、最寄り駅の藤崎駅に到着よ。ぐはぁ、今日もいい天気。最寄り駅から徒歩20分かかるから、バスでの来場がおすすめかしら。福岡タワーが見えてきたのだ。全長234メートルは伊達じゃないわね。泣いちゃった。なんでずんだもんのチーカは素材があるの。 RKB からフルフェス会場に到着したわ。客層は高齢者と家族連れが多いのだ。会場して30分しか経っていないけれど、かなりの人混みね。放送局ならではの多彩なブスが立ち並んでいるわ。無料で参加できるがラポン、ずんだ一等当てるのだ。金色、一等当たったのだ。残念ながら金色じゃなくて黄色。3連勝は入浴剤1個ね。1店舗だけ長蛇の列ができてるわ。人気があるということは良いブース、とりあえず並ぶのだ。福岡県産米企業金の飯丸のブスみたい。お椀に 300g ぴったりすくチャレンジが行われているわね。同じ豆の重さくらいちょちょいのちょいなのだ。全然足りてないじゃない。でも参加賞でお米1袋もらえたわ。無料なのに参加賞豪華で草。メイン通りを左に曲がると RKB 本社駐車場エリアになるわ。駐車場を封鎖してたくさんのブスが開いているわね。テレビ局主催だから企業スポンサーも多くて羨ましいのだ。中庭では飲食メインの福マルシェが開催中。九州産でオーガニックなブスがされているわ。中心には席とシートが敷かれて、ピクニック気分でのんびりすることも可能よ。日差しが強すぎてみんな日傘の下に座ってるのだ。手前の焼き鳥屋からいい香りが漂っていたから、ここで何か購入しましょう。注文すれば二度焼かしてくれて、温かいまま提供してくれるわ。鶏ももとつくねの2本で1000円もしたのだ。1本500円の焼き鳥初めていただくわ。おいしい。肉本来の食べ応えに長もしっかり入ってる。香り付けされて風味も抜群ね。悔しいけど500円の価値はあったのだ。駐車場エリアではキッチンカーや乗用車の展示も行われてるみたい。子供向けのブースが多くて、アラサーウプ主の居場所はなかったのだ。休憩所ではメインステージを中継車でミラーリングしていたわ。福岡ご当地アイドルリンクがパフォーマンスしてたのだ。福岡は意外とご当地アイドルが多いわよね。このキャラクターは RKB 毎日放送のマスコットキャラクター、ももぴ。6月13日生まれの性別不明。出身地は桃地浜だそうよ。ももぴ指を振る。しかし何も起きなかった。カラフルフェス開催期間では普段立ち入ることのできない本社に入館可能よ。相変わらず綺麗な職場で羨ましいのだ。誰も立ち止まらない中、けなげに商品紹介をしてるわね。機能感テレビは頑張る若者を応援します。1階のラジオブスでは知らない人と知らない人が知らないラジオを放送していたわ。5分ほど聞いたけど、身内話ばかりでよくわからなかったのだ。来場者アンケートが行われていて、 QR コードから回答しましょう。アンケートに答える？なんだか面倒なのだ。意外と良心的で回答には1分もかからなかったわ。アンケートに答えると4商品券がもらえるガラポンが回せるわよ。無料のガラポン、ずんだに任せろなのだ。3連勝のポケットティッシュ、ももぴの可愛さだけが救いね。メインステージに戻ってきたけど、せっかくだからももち浜にも行ってみましょう。 DJ の音楽に合わせて青年たちが踊ってるのだ。九州を代表するダンサーチームで3対3のダンスバトルが行われてるそうよ。今踊ってる子が小学生と知った時は衝撃だったのだ。シーサイドももちマリゾンに到着。日光が反射して白色が際立っていい感じ。砂浜が広いから土曜日でも快適に過ごせるわね。ポイ捨ても少なくしっかりと手入れされてる。さすが富裕層地域なのだ。おしゃれなアイスクリーム屋さんを見つけたから入ってみましょうか。アイスクリームの他にもスムージーやコーヒーも売ってるみたいね。後で気がついたけど、3種類のフレーバーでオリジナルソフトを作れるらしいのだ。困った時は王道を行くバニラ。映像からも濃厚さが伝わるわね。おいしい。あ、その乳牛を使用したバニラで少量のピンズシードがいい香り。美味しすぎてバニラ以外がぼやけて見えるのだ。それはウプ主の撮影ミスよ。今年の RKB カラフルフェスはいかがだったかしら。良かった点はブースの種類が多かったところ、
飲食から体験型まで多彩なお祭りを感じたし、無料イベントもたくさんあって、手ぶらで立ち寄っても十分に楽しめそうなのだ。3000円の予算があれば、食事も満足するまで楽しめそうね。悪かった点は？悪かった点は言わないでちょうだい。来年はカラフルフェスでおしゃべり天国を開催してほしいから褒めて終わりましょう。来年は無事におしゃべり天国も開催してほしいのだ。